ロバート・ダグラス・ホートンは、イングランドの元サッカー選手、サッカー指導者である。ホートンは、AFC アジアカップ2011において、サッカーインド代表の監督を務めていた。監督としてのキャリアは40年以上、10の異なる国で指揮を取っている。現役時代は、背が高くフィジカルの強い FW として知られていた。サッカー選手としては、ホートンは主に MF を務め、 フラム、ブライトンホーブ・アルビオンなどでプレーした後、監督へと転身した。ホートンは当時イングランドでは有数の若い監督であり、23歳でサザンフットボールリーグ所属のヘイスティングス・ユナイテッドと選手権監督として契約した。選手と兼任していた当時、彼は1963年から83年まで FA のテクニカルディレクターを務めていたアレンウェイドの 訓導を受けた1970年代前半、ホートンは、メイドストーンミュナイテッドの監督も務め、イプスウィッチタウン FC では、ボビー・ロブソンのアシスタントコーチとして働いていた。1974年、ホートンは、スウェーデン、マルメ FF の監督に就任した。ホートンはクラブを国内リーグ制覇に導き、さらに国際大会でも検討した。 UEFA チャンピオンズカップ1978から79決勝では、ノッティンガムフォレストに0から1で敗れたもののクラブを準優勝へと導いた。当時の選手は、丸目から6 0トル以内の出身の選手のみで構成されていた。2012年現在、スウェーデンのクラブチームが UEFA チャンピオンズリーグとその前身となる。 UEFA 主催のクラブ国際大会で決勝へと勝ち進んだのはこれが最後となっている。フォートンはリーグ制覇とともにカップ戦であるスベンスカクッペンも複数回制覇し、1979年にはインターコンチネンタルカップへと参加した。マルメはコパリベルタドーレス1979王者のパラグアイのオリンピア・アスンシオンと対戦したが敗れて準優勝に終わった。 ホートンの初期の頃のキャリアは彼の友人であるロイ・ホジソンと密接に関わっている。彼らはメイドストーン、ストランラー、ブリストルシティで共に仕事をした。彼らはスウェーデンリーグのアルスベンスカンでも共に異なるチームで指揮を取ったことがある。ホートンは1974年にスウェーデンの丸目の監督へと就任し、2年後にホジソンがハルムスタッドの監督に就任した。 彼らはスウェーデンに新しいサッカーをもたらし、ゾーンディフェンスを国内で初めて導入した。当時スウェーデンではスイーパーを使用したマンマークディフェンスが主流であり、3人もしくは5人でディフェンスをすることが普通であった。2人はスウェーデンではイングランドのロイ、イングランドのボブとして知られていた。ゾーンディフェンスの他にプレスを多用し、 オフサイドラインを高く設定する戦術も導入した。彼らのチームはディフェンスの背後にロングボールを蹴り込むカウンターアタックを得意としていた。ピッチを広く使い最終ラインにリベロを最前線に2人のセンターフォワードを置いて選手をバランスよく配置する代わりに彼らはゾーンディフェンスでディフェンスの4人がオフサイドラインを高く設定し ボールを奪ったら即座に最前線へとパスを送るスタイルで戦っていた。ギリシャのエスニコスピレウスで指揮を取った後、ホートンは1980年に故郷のイングランドへ帰還し、ブリストルシティで監督を務めた。アシュトンゲートではクラブの資金難から降格を余儀なくされ、ホートンはウィンブルドン FC に敗れた後監督を辞任した。その後、ホートンは 北米サッカーリーグに所属していたトロントブリザードで1982年から1984年まで指揮を取った。その後、サウジアラビアに渡ってある板ドの指揮をとり、スウェーデンのエルグリーテイズやマルメ FF で指揮を取った。1993年にある板ドで再度指揮を取った後、1994年4月にスイスの FC チューリッヒの監督に、 就任、1995年3月に辞任するまで1年間式を取った。1996年、ホートンはメジャーリーグサッカーのコロラドラピッチで式を取ったが、1年で解任された。1997年、ホートンは1998フィファワールドカップアジア予選で敗退し、ワールドカップ出場を逃していた中国代表の監督に就任した。 数週間でホートンは全選手の名前を覚えた。これは中国代表の外国人監督としては異例のことでチームの信頼と自信を得る際に役立った。中国はホートン就任後すぐに行われたダイナスティカップで2位に入り、彼は中国代表がそれまで行っていなかった効果的な技術トレーニングを取り入れた。自信をつけた選手たちは1998年の アジア競技大会で銅メダルを獲得した。シドニーオリンピックのアジア予選で敗退するとホートンは1999年に中国代表監督を辞任した。ホートンは後に中国スーパーリーグでクラブ監督やインストラクターを務めた。2005年、ホートンはサッカーウズベキスタン代表の監督に就任し、2006フィファワールドカップアジア予選を戦った。 アジア予選プレーオフでは、サッカーバーレーン代表と対戦、ウズベキスタン代表は初戦を1の0で制したものの、国際サッカー連盟が審判のミスのため試合結果は、無効であると宣言したため再試合を行うことになり、再試合の末にウズベキスタンは、アウェーゴールルールにより敗れ、ワールドカップ出場を逃した。数ヶ月間中国リーグの長者金徳で監督を務めた後、 ホートンは2006年6月にインドサッカー連盟と契約サッカーインド代表監督となった。就任後インド代表のパフォーマンスが向上し2007年8月に行われたネルーカップで優勝した。翌年インド代表は南アジアサッカー選手権2008でモルディブ代表に敗れるなど苦戦が続いたがホートンは2008年8月に行われた。 AFC チャレンジカップ2008で、サッカータジキスタン代表を4-1で破って初、優勝、カタールで開催された AFC アジアカップ2011の出場計を獲得した。2009年にネルーカップに連覇を達成すると、契約延長について問題が起こり2010年に、監督を辞任した。しかし、後に2013年まで契約を延長することで、合意した。 しかし AFC アジアカップ2011ではグループ C において参戦全敗で敗退全インドサッカー連盟の幹部は代表のパフォーマンスに関して落胆していると表明技術委員会はホートン鋼鉄へと動いた2011年4月23日ホートンは正式に全インドサッカー連盟と契約を解消することで合意ホートンはマレーシアで開催された AFC チャレンジカップ2012予選で最後の指揮を取った。インドはグループ B においてパキスタン、チャイニーズ台北、トルクメニスタンを抑え1位で予選を突破した。ありがとうございます。